エアさん、どうもです。カブさん、点数にびっくりした行為ですね。ワン、ツーになりませんでしたね。あと、カブさんの最後に言ったのは、フランス語ですかえ何ポイントかって聞こえてました。あ、これ、ナンポルトクアですね。これですよ。これ、ナンポルトクアって、あのー、なんだよって言ね。あ、なんだよってか、ねね、まあ、なん、なんて訳すもいんだ、ね、日本語では。え、これね、ナンポルトクアでよく言いますよ。うん。えー、どういうことみたいな。意味わかんねえ的なね。そういう意味ですよ、これ。はい。えー、うん。 ブルーアイさん、どうもです。私もピンザローネ選手は2位に来るかと思いましたが、あとの2人のチームと、えー、経歴にはかなわなかった印象でした。観客もヘンドリック選手に多くのスタンディングオベーションで、人気も一番に見えました。やはりスケール感の大きさやエンタメ性もあり、彼女が出ていると、えー、場がパーッと輝きます。私はヘンドリック選手優勝がとても嬉しくて、超越豪雄でした。うん えー、昨年は大本命の位置からジャンプの点灯もあり、優勝には届きませんでしたし、ヘンドリックス選手は意外と精神的にビビリな選手と伺います。今度こそ、えー、と今,度こそは今度こそはと、えー、チームの,ヨリ,クのヨリコ兄さん。 ソリアコースと挑んだチームワークの多んです。歴史の長い欧州選手権の歴史に優勝名を残すことは他ならぬ名誉のあることでしょうね。ピンザローネ選手は仮想評価になったようで少し残念でしたが、今回多くのジャンプにクォーターマークがついてしまいました。 なるほど。男性、まだ若い、ますます素敵な選手になるといいですね。ビザ揃いの、えー、表彰台のお三方、うん、メダルを運んできていたエトアリア女性たちも美人ばかりでびっくりしました。少し笑ってしまったのは、最終滑走の後、リンクに戻ったピンザローネ選手を迎えたリソー先生の頭へのキスに、ピンザローネ選手が無意識 無意識に体を引いたところでした。いつも変なところに積もってしまいました。そんなシーンがあったんですね。二章の頭は光ってますからね。二章っていうとちょっといかついので、あのいかつさがある人とピンタローネちゃんのギャップがありますけどね。うん。いや、リトアリア女性では美しいんですね。うん。バルト三国の美女でしょうかね。うん。 リトアリアって、なんかすごい、なんか国家とかも途中で歌ってたりしたり、国民がなんかすごい、なんていうのかな。なんか国民的な国というかい言いますかね。んな感じがしましたね。うん。カムさんえ、ベルギーとし、金メダルと銅メダルですか二人も表紙に乗りましたね。すごいですね。カムさんもおめでとうございます。ベルギー首相初ですかえっと、金も初だし、2体。 で、2個メダル取ったっていうのも、これ初なんじゃないかなって思うんですよね。多分、わかりませんけどね。うん、素晴らしいですよね。ベルギー、ベルギーすごいっすね、本当うん。嬉しいですけど、嬉しい。うん。嬉しいけど、嬉しいですね。うん。はい、えー、パンダーサギさんどうもです。カブクこんばん、パンダーサギです。えっ、ー、と、ラヘンちゃん初優勝ですね。失礼しました。 コメント訂正しますね。欧州選手権の女子はいつも日本や北米の試合に比べて大人,な試合の大人な選手の割合が多いですよね。私も好きなタイガード選手と20代半ばの選手が見られて嬉しいです。やはりこの年代の選手ならではの魅力がありますね。そこでちょっとカブ君に質問します。日本の選手の多くは 大学や大学院を卒業すると引退をしてしまうんですが、ヨーロッパの大人の選手たちはどんな環境で練習しているんですか確か さっきの初めの頃、ラヘンちゃんがクラウドファンディングをしていると聞いたような気がするんですが、他の選手権はどうやって、えー、練習を続けているのか疑問に感じました。なんとなく日本とは仕事とプライベートの時間の使い方が、えー、違いそうな気がするんですが、時間だけでなくて費用の面でも苦労があると思うんで、うん、カブ君もベルギーでクラブに所属されていると思うんですが、やはり社会人のメンバーもおられたんでしょうか。よかったら教えてください。あのね、社会人 メンバーとスポーツクラスメンバーって分かれてるんですよね。で、社会人メンバーはちょっと夜遅くになるんですけども、実はクラブがあるんですよ。で、ちょっとあの、試合に出て出てることもありまして、えっ、ー、と、ドイツに大きな試合があって、まあ、ドイツの試合出たりとか、ちょこちょこちっちゃい試合もあって、結構社会人スケーターの方も、うん。 出動しておられます、うん、で普段は普通に仕事をしてるんですよね。やっぱ皆さん。うん、あの例えば、税理士とかであったり、えー、それからいろんな職業の方がいるんですよね。働きながらね、やっぱ練習してる人も多かったりしますね。で、まあ、ルナヘンちゃんとかピンダローネちゃんとかは、まあ、学校とかに通って、 出たりするのかな特にピッツァは多分そうだと思います。うん。ふなんちゃんはどうなんでしょうかねちょっとよくわかんないんですけど、ピッツァは学校に通っていると思います。学校に通いながら練習していると思うんですよね。まあ多分そういう選手ばかりだと思いますよ。うん。ただね、練習時間が、あの、日本の練習時間なんかは朝練とかもありますよね。朝練で学校行ってその後も練習して、夜ご飯食べてまた夜練習とかって信じらないスケジュールになってるんですけど、 意外と練習時間が取れなかったりしますね。だから、あのー、例えば、オリンピックコースの選手なんかでも、週に3、4回とかしか練習できなかったりすることもあるんですよ。だから、あのー、結構ね、うん、例えば、えー、今、ベルギーの男の子に、ジュリアの男の子に、ね、レニス・クルグルフ君がいますけれども、あの子も毎日練習できるぐらいの余裕がないので、結構、週に3、4回あったと思うんですよ。 うん、ただけん、結構、えっ、ー、と、今年はね、もうジュニアンクラブ出始めてますので、もうちょっと練習してるかと思うんですが、意外とトップ選手なんかでも、トップ選手なんかでも、結構、あまり日本と比べると練習時間が少ないなって感じます。うん。なんかね、日本の選手たちの方が練習してますね。うん。ただまあ、あのー、他の選手たちね、練習時間見てないんで分かりませんけど、意外と練習時間は少なかったりするので、日本の選手って、あのー、 えっとね、結構、あの、クラブで練習した後なんかでも、一般監査でも練習したりしてますよね。そういったトップ選手たちはほとんどいませんね。うん。だからまあ、結構人によったりするのかなって思うんで、まあ、今度なんか分かったらまた話だと思います。うん。あとは、プライベートなんかでも、日本は結構恋愛をする人が少ないイメージあるんですけど、こっちは普通に恋愛してますね。あの、僕のクラブにいた時なんか、 もう13歳とか14歳の女の子なんかもう彼氏いましたね。彼氏が迎えに来てましたよ。みんな。うん。なんかキスしたりしてましたね。練習終わった後なんか。いちゃついてましたね。そういうの普通。日本だと普通じゃないんですよね。あと、フランスで練習してた頃は、えっと、びっくりしたことがあって、あの、衣室男女、あの、分かれてるんですけど、いきなり、 えー、ブラジャーをあの僕の目の前で普通に脱いで着替えてる人いたんですよ。てか僕男なんだけどってね。僕の前で普通に着替えてて、普通にね、ちょっと焦りましたね。そんな感じで結構適当ですね。うん。なんでブラジャーの話したのか、今。うん。はい。アクアマリンさんよろしくお願いいたします。えー、と、えー、とタルタル、タルリンクホテルカップに 2,、えー、2月15日から18日エントリーだそうです。えー、住谷シリモンさん、山下真子さん、吉田花さん、 えー、三浦佳君、く、え、ん、ー、三宅ひさなく吉岡望くんだそうですねタタル。タルリンクホテルカップだったんですね。はい。なんか出るらしいですよ。2月15日、18日。はい。世界選手権の1ヶ月ぐらい前ですね。三浦くん、吉田さんも出ますけどね。うん。 キサだけ24さんからもですね、タリンクカップに山下真子ちゃんが海外派遣してもらえた。うん。松井健里乃ちゃんもどこかによろしく、派遣によろしくですね。うん。ね、山下真子ちゃんに関してはね、まあ、本当に今年活躍が花開、まあ、また花開き始めてますからね。うん。ってことはもう一回、もういもういよ、が見れるのか。うん。 はい。ルナヘンちゃん優勝おめでとうございます。グバノワピンタロネちゃんのお二人も、TES だけを見ると、グバノマちゃんが1位、ルナヘンちゃんは4位でしたね。にしても、ルナヘンちゃんは花があるし、美しいし、肉体美を誘の女王が似合う。うん。で、あのー、スピード感もね、やっぱありましたし、ちょっとジャッジの男性は、え、ミスリですね。はい。そして、ちょっと速報なんですけど、キサラゲ24さん、佐々木春也くん引退ですと。 いうことはそうですお疲れ様でした国体がえー、最後の試合だそうですうん。その後のは仮想屋に出演が決まっているそうです、えー、競技生活を終える報告は切ない寂しい どの選手にも早かれ遅かれ訪れるけど、できれば長く見ていたいと勝手に思っています。え佐々木くんにも早かれ遅かれ訪れるけど、えー、あどの選手にも早かれ、できればあ、佐々木選手はですね、ス来ランのことなど、いろいろ熟考されて決断をされたんで、引退おめでとうと送りたいですということなんですね。いや、僕は昨シーズンね、初めて彼を知ったので、 ちょっと早いですね、僕の中では。あっという間に終わっちゃって、これからかなと思ったんで、おめでとうと言いたいんですけど、ちょっとびっくりしましたね。彼は京都大学ですよね。学校の関係とかでやっぱ集中し,し,したいんでしょうかね。うん。アクアバリーさんからも速報ですね。ゴーレイ君、フリープログラム危険。 ショートプログラムの後、足を引きずっていて歩いていたし、エキスクラまで痛みがありそうだった。え今季、まあまあ調子上がっていったのに残念。めっちゃ残念ですね。ちょっとまだ見てません。ショートも見てませんけど。コーレイ君は今年は、昨年はね、フリーが逆にあまりうまくいかなかったんですが、今年はフリーもよくうまくいっていましたよね。ちょっと残念ですね。足引きずっていたということで、怪我をしちゃったんでしょうかね。うん。そして、神田選手権。 そうしてはカイヤがショート2位から逆転だそうです。お180.86で初優勝。マデリーは172.20で2位。コてことは、マデリーシーザース、これ大ミスしたんですね、きっとね。うん。カイヤ、素晴らしい。180.86か。うん。はい。というわけで、いろんな速報ありがとうございます。えー、これで終わりにしていきたいなと思います。